市川優12月から1967年8月は、総当州の僧侶で、海門山光善寺の会期である。1903年12月、山梨県総当僧三吉寺に生まれた。幼少の頃、神奈川県本学寺禅堂で勉学に励み、日本大学仏教科を卒業し、仏道修行に励んだ。1935年、海門山光善寺を改装した。 大本山里しも寺地方副官員事院新人新事、増官員、県大教師等や横浜地方裁判所、各市長定員等の公職を歴任した。市川雄大を証券商費横浜指道に面した寺の北側に市川雄大を証券商費が立つ。石碑は、和尚の履歴を述べた後、東場秀樹ら永久先犯7名の遺骨に関する和尚の功績について、 次のような添え書きがある。応答は戦争後東京軍事裁判決により、連合軍の東条元首相外露騎士は、久保山火葬場におて火葬その遺骨のすべてが、遺族に帰らざるを知り、学前出家の身として目視がたく、身の危険をも帰りずその遺骨を、搬出ひそかに当時にアンチエコその冥福を祈る。 当然そうとしてその気概気風は誠に豪にして、高慢の姿に後日よの注目を集めたが、山戸直の姿は終始一貫経典の心にあり、正義を貫く、和尚一代を必須の念願とした東京裁判で、小磯国秋被告の日本側弁護人であった三文字、昌平弁護士は、何とか遺骨を回収しようと狙っていた。たまたま、久保山か相場のすぐ上に、 光善寺という寺があり、その住職、市川伊と面識があったからその旨を伝えた。市川住職は、日高相場長と婚姻であった。三文字弁護士は処刑の夜、光善寺に待機していた。光善寺家方の火葬場を観察していると、ロつきトラックが到着した。午前7時半である。カービン銃を手にした米兵が、火葬場を取り囲んだので事態はすぐに了解できた。 仮装には、飛騨城長と磯崎家父が当たった遺界は、米軍が持ち去ってしまう。彼らが最も恐れていたのは、七人が殉教者になることだった。遺界は、飛行機で空から撒くことになっていた。米軍が持ち去る前、遺界は一旦航路描写などの遺骨を入れる、無縁の骨捨て場に置かれていた。12月26日の深夜、飛騨城長と市川住職は、裸足で、そこに近づく。 三影石の蓋を取って、穴を覗くと、七人分の真新しい遺界が一山に、まとめられ青白く光って浮かんで見えた。ヒカ希望で慌てて、一部を収納した。猪瀬直樹、日本人はなぜ戦争をしたか。12月23日、仮想場長の協力を得て、七死の合意骨育漠課を一体ずつ、別々に引徳したのですが、備えた先行の功を不審に思った米軍に感付かれ、 取り戻されてしまったのです。ご遺骨本体は、一つの黒塗りの箱に無造作に入れられすでにトラックに積み込まれた後でしたので面倒と思ったのか、取り戻した遺骨を全部一緒に混ぜ、残骨捨て場に息して帰ったのです。それを翌日夜半、黒マントに身を包み、息を潜めて、やっとの思いで、骨壺一個にほぼ一杯を拾い集めて持ち帰った、痛みたえきよし、 講和観音と私白山三郎の広田幸喜を主人公とした落日もゆの冒頭では次のように記述されている。昭和23年12月24日の昼下がり、横浜市西区の外れにある久保山仮葬場では数人の男たちが一目をはばかるようにしながら、その一偶の共同骨捨て場を掘り起こし、上に溜まっている新しい骨数倍を拾い集めていた。当時、 占領下であり、男たちが恐れていたのは、アメリカ軍の目であったが、この日は、クリスマスイブ。それを狙い、仮想場長と組んでの遺骨集めであった。やがて一生ほどの白っぽい国会を集めると、壺に詰めて、男たちは姿を消した。骨壺は男たちによって熱海まで運ばれ、伊豆山山腹にある高和観音に隠された七つの、意外は、その前日、 12月23日の午前2時5分、2台のコロツキ大型軍用トラックに積まれて、巣鴨で2台のジープに前後を越えされ、久保山火葬場へ着いたもので、23日朝8時からアメリカ軍商工官士のもとにダビンに付された。遺族は誰も立ち会いを許されなかった。それどころか遺骨引き取りも許可されなかった。白山三郎、落日もゆ、ありがとうございます。